春日さくらです。あ、見るがいい、このパーフェクトボディ。あ、何か言ったかメガネ野郎。いろんな作品にたくさん元気をもらったし、憧れがあったな。和歌山みゆきです。私、自分の歌とダンスで見る人みんなを笑顔にしたい。お前が何度謝ったって僕の父さんは生き返らない。大丈夫、お姉さんと一緒にパパとママを探しましょう。長谷川六です。俺たちはここまで全力でやりきった。やめとけ、頭の中に出世の文字しかないような予感がなんさかいるからな。どうしたの、浮かない顔して。何か心配事があるなら相談に乗るよ。吉本一馬です。あんたが逃げたくなるのも無理はない。ああ、くそ、わかったよ、泣き止ませる。そんなところまで気を配ってくれてありがとね。東啓太です。男ってのは何かに縛られたりするのが嫌いな生き物なんだ。わかった、やるよ、やればいいんだろ。じゃあご褒美あげないとね。成瀬彩です。お願いします、私に力を貸してください。ねえ、体育館入ってかないの。コーチ初めてやったらカツオのたたきは絶対に食べていきや。富田かな、僕の前からさっさと消えてくれ。あなたは今日から私の家族になるの。いいか、これ以上余計なことをするようなら容赦はしない、覚えておけ。中井誠です。分かったら組織と連絡する手段を探そう。俺たちが信用できるのは組織だけだ。待ちたまえ、何を調べてほしい。俺たちもいつまでもバカやってらんねえって思うわけよ。いい加減大人になんねえとな。